レリー記念研究所治療シアターにて、えー、トラッパーさんでやっていきます。レリーかよ。おい。<laughs> というわけでですね、あのトラッパー <laughs> なので、ちょっと、うん、むしろ山岡邸とか、いつもは嫌いな山岡邸とか着てほしいレベルだったんですけど、はいえー、ここだと結構罠丸見えなんで、なんですが、それでもタールならやってくれる。というわけで、アドオンとして、とうとう、まあ、ちょっと前ですけどね、 あのバグが治ったタールくんをつけてきていますタールのボトルこれをつけることによりこの罠が茶色くなっているので見えにくいと、はい、で前までバグっててトラッパーからは見えにくいねんけどサバイバーからは普通に見えるっていう <laughs> とんでもないバグが <laughs> 1年ぐらい放置されてたんかなそれがとうとう治ったということで多分タールを使っているトラッパー最近多いとは思うんですよねうんで罠紙、えっと、のバッグやったっけかなんかで あのー、あれです。罠がたくさん3つ持てるようにしてますと。で、最初から3つ多く持ってるという感じでございます。おいいね。おいいね。いいね。やったね。<laughs> おいしょあれなんか今、ちょっとつかめなかったわ。とりあえず倒すわ。うい。えっ、ー、と、地下は向こうかなるほど。書斎じゃないのね。んじゃあ、ここにでも釣りますか。 よしあれここって結構あるよね。罠4ついるか。罠4ついるけど、これ袋工事にはできるな。ちょっとやってみるか。おお。<laughs> こういうのって小屋にしかしたことないけど。ね。ああ、結構入り口多いな。でも。えいえいえい。よし。あ、そう。あとパークは、えっ、ー、と、堕落。もうすぐ終わりますけれどもね。この堕落。 ハグの時にこの堕落がついてることによって堕落の介入かあのー、なんだろう自分が手の届く範囲のところに罠を仕掛けてる間に、えっと、遠くのおロッキー <laughs> そう遠くの発電機を直されないからハグにはちょとても相性がいいんじゃないかって話したんですけどもちろんトラッパーも相性がいいとはっとそここれすいに来るっしょおなるほど ちょ待っ,て待っ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 て <laughs> トラッパーハウス建設中やったんやからちょっと待ってくれまあしゃあないなじゃあちょっとこの人連れて行くかハウスへここがこ私のハウスよあれどこ行ったあれ出引きちょっと待って出引き早ないハイズのおお大丈夫や起こされてないよしうーん まあそうなるわな。はい、ういしんとよっしゃなんでまあまあ、あの、堕落以外のパークは特にこう変わったパークはないので、ないですが、板を壊すのが早くなるやつと、えー、と発電機直りを遅くするルインと、えー 窓を封鎖すするまやかしですねよっしゃまだいけるまだまだトラッパーハウス連れていける誘致できる誘致できる <laughs> 商業店みたいになって思ったケイトが <laughs> 有名デパートケイトがケイトっていうけ化粧品あるよね確かに化粧品のケイトが誘致されましたトラッパーハウスにさあっいつはトラッパーワールドここも置いとくか 耳見え見えやけどな。タールだろうが。<laughs> 関係ないわ、もう。<laughs> タールとかって感じやけど。でもそれでも、あれはもう見えててもね、あの解除せざるを得ないような状態になってると思うので。<laughs> ちょっと、えぐいな <laughs>。地下以外にトラッパーハウス作ったの初めてや。楽しいな、これ。うん、ち,ょっとちょっと拾って、あっちも拾うか僕やってない。拾ったらすぐ戻る。結構遠く離れちゃったけど。 あっ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 そうですかじゃあこの辺仕掛けますかはい死んじゃったわ俺のトラッパーハウス誰も救いに来ることはまあ救いに行くか救えなかったんやろ、うん、ちょっとむごいことをしてしまった <laughs> うん仕方ないなもうあそこのトラッパーハウスもう使えないかなさすがにねあの辺で倒れてくれるサバイバーがねいれば

うーん。罠の方には行ってくれんな行ってるあれこうやって向かってない罠の方に。おいいぞ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 。トラッパーハウスへ誘致されてくれ、おじいちゃん。G。OK! そのままっすぐ。さすがに、あ、そっち。はい。どうも。ちょ待って。これ、これちょっと待って。どうしよう。えっ、ー、と。待って。いけ,けない、トラッパーハウスに。あ、ちゃ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 やゃち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 ゃ <laughs> フックなくなってんねやったうんしゃあないなでもちょっとこの辺仕しかけといてトラッパーハウス解体しようかあそこにまだ4つも使っちゃってるからな <laughs> あちょっと発電機これ蹴りたい、うん、結構いってるういんで来てるかな来てない でもちょっと回収に行くわ、うん、ここのここの窓前はねなんか常に置いときたい結構使うからねサバイバー、うん、ここはちょっとしつこく置いてもいいぐらいあるなそして <laughs> はい <laughs> ハウスの解体です3個一気にここで全あっ来てる OK 取れたうんおじいちゃん そっち罠ないんやそっちは罠ないんやってかもうほとんど罠ないんや今あれ,あれデイビットあオッケーオッケーうんどっか罠かかるかなーあ間違えた今おい完全に追い間違えた <laughs> 来てる方あれこの足跡は何何かもう分からなくなってもた <laughs> 元ああおった <laughs> 混ざってたかな今の足跡謎の。はい戻ってる OK はいさてどっち行ってくれるかなちょっとトラッパーハウスまた作りたくなるなレディーなら地下じゃなくてもハウス作れるからなもう一回ハウス作れへんかななんかここが私のハウスよ地帯うーん。 逃げ方ミスったかなおおっなんだと何だと,何だとやんえー、っとそうこういうなんかこの小屋の中にフックがあればいいんやけどどっかないかなーああこれ外やなうーんあっ地下あれやじゃあまず、あ、く地下ぞりするかでも地下は逆にハウス作れへんよなこういう道広いからさ、うん、地下完全封鎖はできないようになってんの、ね、よこの仕組み上 この道にはできひんから、まあとりあえくここ,こ,こ置くか。ここ置いといたら邪魔やろ、結構。れ拾わして戻って、うん、はいっ、こっちも仕掛けといて、おいで、結構やってる。やってるやん、オッケー。おじいちゃん、スプーバーか。いやいや、あれ、死んじゃった。あー、私のハウスに入ったものはすぐに死んじゃう。<laughs> でもおじいちゃんあとやりますかああトラッパー小屋に入りたくないかいおじいちゃんなあ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 トラッパー小屋入りまへんかなあ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 よしオッケーすまちゃくなしあてかスプバやなこの人まあ、スプバすまちゃくたまにおるからな悪くないと思うけどお,お,お,おんだ、ああどうも <laughs> あちょ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  ちょっと待って待って待ってそんな入れ食いちょっと待って解除しないでやったぜなんか割とあっさりかかってくれたなでもねこんだけあっさり罠にかかってくれるとねこれチェイス評価が稼げなくてねトラッパーって結構ランク上げにくい嫌いになっちゃってるんですよね悲しいかななんかめっちゃお腹かかってくれたからほとんどチェイスしてないことになっちゃってるんじゃないかなこれうん ねおなんだ。しょ。フフフー。OK。ま、GG ですね。とりあえず。ま、結構、ちょっとサバイバーがうかつに罠にかかってくれたところも結構あったとは思いますが、でもまあ、タールの効果もあったんかな。レリーアと、よう分からんけどな。レリーアと前の、あの、白い、普通の白い罠の方が見えにくいところもあるんじゃないかっていう、ね、同色で。どうなんやろ。 見えるよなあこれ名前見ないかおうおうおうおおお <laughs> 上におるからわしんうん何か, <laughs> かいやでも DSK かいちょっと危ねえこれ踏めへん大丈夫あてか DS なんやんけあそっか、おぼせおらんかったんかなんや つまりちょっと煽りみたいになっちゃってごめんそういうわけじゃなかった <laughs> <laughs>、うん、まあでもねここはもう非常に倒していくっていうかそうトラッパーの場合もちゃんと倒しとかないとエンティティは不機嫌まであり得るからなさすがにちょっとねエアサ鬼をするわけにはいかんかったのだよデビキンよというわけであやっぱ3人やな危なかったんじゃない 今の、もしやさおリなんかしてた日には、ねえ、ほら、あ、ホラーでもないか。まあ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 、いいや。はい。というわけで、えっ、ー、と、ダラクトラッパーはやっぱ結構ね、相性いいというのと、えっ、ー、と、トラッパー小屋は、地下じゃなくても作れると。レディーならね。 っていう感じの試合でございました。えっ、ー、と、トラップはちょっと慣れない感じなんで、なんか変な動きとかあったかもしれませんが、えっ、ー、と、本日もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価などしていただけますと嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。